オトメインコは、オウムモクインコかオトメインコ族に分類される鳥類。本種のみで、オトメインコ族を形成する。オーストラリア固有種下記に、タスマニア島や、ファーノー諸島で繁殖し、陶器になると、多くの個体は、オーストラリア南東部へ北上し越冬する。全長25センチメートル。全身は、緑色の羽毛で覆われる。体側面に赤い斑紋が入るが、個体により変異がある。 ヒタイアノドは赤い羽毛で覆われ、赤色部は黄色く縁取られる。おば上面は赤葛色の羽毛で覆われ先端が青く、おば下面は淡い色の羽毛で覆われる。翼は緑、赤、水色、青青色の羽毛で覆われる。森林に生息する。樹上性で主に樹幹部で生活し、飲み水時計を除いて地表に降りることはない。批判食器には食物を求めて放浪する。 食生は植物食傾向の強い雑食で、主に花の蜜や花粉を食べるが、果実、種子、昆虫類なども食べる。繁殖形態は卵生。旧翌1月にユーカリの軌道に木くを敷き詰めた巣を作り、1回に3から5個の卵を産む。メスの実が放卵し、放卵期間は約20日。ヒナは孵化してから約6週間で巣立つ。 果樹園の作物を食害する害鳥。開発による生息地の破壊、飼料、害鳥としての駆除などにより生息数は減少している。オーストラリアでは法的に保護の対象とされているが、密漁が行われたり、タスマニア島では害鳥としての駆除が行われている。ありがとうございます。